じゃじゃーん、ライトロ。今録画したんですけれど、マイクの電スイッチを入れ忘れて全く入ってなかったことに気がつきましたので、もう一回、まあ今回買ったのは箱とこのケース付きです。このケースはなんと面白いことに、高級、もうちょっといいストラップが付いてましたね。で、このライトロこう入るって形ですね。で、これ蓋が付いてます。蓋がマグネット式です。他の付属品としたら USB ケーブル、マイクロ USB ですね。普通の携帯に使ってるやつは、スマホに使ってるやつです。で、またストラップが付いてきてます。安っぽいやつ、クロスも付いてきてます。まあ付属品の何かということですけれど、あとマニュアルが入ってきてますけれど、英語とフランス語と中国語、まあそんなもんですね。で、これ今見ましたら、ちょっと今ちょっと遊んでたんですけれど、電源スイッチがここにあります。電源オンになります。で、これがシャッターです。こんな感じになります。で、実はこれがズームなんです。ここでズームをします。なんとこれがズームなんですね。これがズームアップ、で、ズームバック、ここがズーム、これでアップダウンします、ズームを。 そこでこう触って、ここでフォーカスを合わせます。で、これがメニューですね。フォーカスのするところとか、メニューが出たり、ストレージが 99% とかありますとか。で、メニューを出して、メニューを出します。そしてランゲージ、最初立ち上げた時には、これが出てきます。どのランゲージするか、英語、フランス語、ドイツ語、まあ、とりあえず英語にして、写真はデリートオールにしちゃったらいけないんだけれど、今ちょっと、やらないんでキャンセルしておきます。これでシャッターを切ります。押してポチッとな、してポチッとな、こんな感じで出てきます。で、スワイプして何を撮影したかとか出てきます。おっとっとっと、よいしょ、そんな感じです。で、下に USB の接続してカメラのデータを吸い上げます。あとはここにストラップを入れます。ちょっと後でめんどくさいから後でやります。ライトロ、ライトロの特徴としては、撮影した後からのものをフォーカスができるという、そういう優れものみたいです。ちょっと遊んでみます。